ガボンの見張り台。おお、もうこのとこ。あ、おおおおおおお。よし。で、上に行きます。重たい。上に行く。重たい。あそこ絶対あるよな。で、緑コインがあるのか。あ、上に上がってくタイプね。あ、もうそんな上に。あれれれれ。もうないのか。あー、置いてかれた。あ、ルイージ発見。あそこだ。よし。ああ、もういいや。連結光る足場。ファイアスネーク。ゴールないよな、こっち。やばいやばい、強制スクロールか。この発見。待って、置いてかんで。P。あっちにある。OK、OK。あ、いいや。危ない危ない危ない。ああ、いいだらけ。ファイアスネーク邪魔だな。お前どっか行ってくれんか。どっかにあるだろ、この辺の。あったー。おー、うま。今のうますぎ。回るリフトとテクテクパックン。お、もうあった。お、隠しゴールあるはずだからね。この間にあるぞ。あ、やった。隠しゴールも見つけないとな。あ、ルイージだ。わかるこれ。ルイージの形してる。走ってる。ペンギン出てるんでしょ。あ、違う、どんぐりか。どんぐりとアイスが両方出てくるっていう、なんか。あー、多分この上にあったな、確かなんか覚えてるな、これ。このアイテムが2つも出てくる。なんか結構、なんでってなった記憶があるから。うわ。ちょっと甲羅かなんかねえかな。ねえなぁ。全部新しいコースだけどさ。ちゃんと。いけた。ちゃんと、マリオ U のコースが元になってんだなっていうのがわかるよね。このコースも、コースも、コースも。落ちるとこだった。あ、いた。お前を使って、イカファイヤーパックでいいだっけ。さっきの暗闇のコースになったりする。あ、もう下から行こう。巻いてかわして KK が取りで。で、今度ね、行動が発生したのにね、もうすぐでね、ルイージマンション 2HD が発売されるんですけど、ルイージマンション2はね、やったことあるんだけど、HD 買おうかなと思って、で、それで、テラタワーでも配信しようかなとか思ったんだけど、テラータワーって、上にあるね、これ。あれルイージ発見。テラータワー、何を言うとしたっけ、答えてね。もうはめてしまうかな。ほら。ちなみにだけど、このバディプレイをさ、一人でやったらどうなるんだろう。いけそうだな、これ。一人でクリアしてやる。バディなんていらねえぜ。ほい。ほい。ほい。登れ。金メダルしかないっぽいから。で、ここ。ここ。で、ここ。あー、滑った。片手でプロコンを出して。手でゲームパッド触ってんだから。で、この辺に、この辺、あ、取れた。まあ、星4つとかは無理な気がするけど、星1つとか2つぐらいだったらいけそうな気がするんぞ、これ。オッケー、ナイス一人でクリアしちゃったよイエーイ。